はい、どうもお疲れ様です。今回はカルダノエーダの価格が2025年もしくは2030年にどのくらいまでマックスでいく可能性があるのかについて考えていこうかと思います。まずね、実体経済というものがあります。私たちがリンゴを買ったりみかんを買ったり水道料金を払ったりとかするね、まあこういうふうな供給量に合わせた消費ってのは、これは実体経済というふうに言えると思いますね。それから実体経済以外に取り巻く、まあ、金融ってものがあります。まあ、つまり必要もないのにドルや円を交換する。これは自分の利益のためにやるわけなんですけども、これがだからね、仮想経済とでも言いましょうかね、バーチャル経済なわけなんですよ。残念ながら実体経済よりもこっちのバーチャル経済の方が実はね、この世の中ではお金の動きをね示しているんですよ。つまり人間は消費するはずもないものを使ったり、それがあるものとみなしています。例えば銀行預金ですね。銀行預金ってその預金に10億あろうと100億あろうと、自分が一生のうちに必要なものってそんな金額にはならないわけなんですよ。ですんで銀行には預金口座としてね置いてあるんだけども、実際それがなくったって自分の暮らしには全く影響ないよ。こういうふうな富裕財産っていうのが存在してるわけですよ。で、その富裕財産ですらやっぱりね、実体経済に取り込まれて計算されてるわけなんですよね。そう考えていくと1日に3700兆円っていうお金が動いてると言えますけども、でも実際に人が生きるために必要なお金ってのはそんなにたくさんないわけなんですよ。いろんな考え方があります。いろんな基準があり指標があるんですけども、だいたい3700兆円と言われている毎日の動きの中で必要なのは1000分の1って言われてますね。つまり私たちが朝起きて何不自由なく食べて飲んで車を運転して会社に行って必要経費を払って、そしてレジャーを楽しんで帰ってくる、3700兆円も人類は必要としてないんですよ。じゃあなんでこんなお金が世の中に実際に流通してるのかというと、3700兆円を動かすことによって利益を持っている人の利益がさらに膨らんで、そしてたくさんの需要がそこで生まれて、そこに新たなるビジネスができて、さらにそれが膨らんでいく、こういうふうな過程を通じているんじゃないかなと思うんですよ。で、今回暗号通貨の話なんですけども、ビットコインがこれがねデリバティブとして本当にね、例えばアメリカ証券取引所に上場されてしまうと、実体経済以上にバーチャルな経済における地位を広げていくことになるんですよ。まあですんでビットコインの価格が今のね650万前後から1億円になることは十分にあり得ます。つまり必要のないものを流通させるってことによってそのマーケットが広がるってことなんですよ。カルダノエーダも同じように、現在ですね80円から85円をうろうろしてますけども、これはじゃあカルダノエーダが世の中からなくたってね、別に私たちの経済困らないわけですよ。困るとしたらカルダノエーダの含み益で暮らしてらっしゃる方、つまりカルダノエーダによる送り人です。この方はいきなり自分の消費する原資がなくなりますので、新しい仕事を求めてどっかに稼ぎに行かないとねっていうことになるわけなんですよね。つまり実体経済に戻るってことになります。でも実体経済に戻る人もいれば、実体経済から抜け出してバーチャル経済に入っていく人もいるんですよ。それが暗号通貨の送り人なりね、暗号通貨で一発当てていきなり不動産をあれこれと手を出せるようになったとかね、そんな方かなと思うんですよ。じゃあ具体的にどのぐらいのポテンシャルだったらあるのかなってことですけども、さまざまな暗号通貨なりデリバティブなりゴールド、まさにゴールドには NFT ゴールドってまで存在してるわけなんですよ。そうなってくるとですね、実際に私たちがどれだけお金を使おうと思ってももう手も足も出ないぐらいその限界値っていうのは出てくるわけですよね。まあそういう計算をするとかなり複雑なんでね、ここまで話をしても何言ってんだお前みたいなことになるかもしれませんけども、じゃあ形だけちょっと答えをね出しておきましょう。カルダノエーダが
1枝1万円になる日が来るかっていうと、これはないですね。マーケットに限界がありますんで。もちろん人類がもっともっと増えていったりとか、今